はい、エンペイスタンドです。先日セルモーターの修理動画を上げてたと思うのですが、その動画の中でね、オイルフィルターの方からエンジンオイルがこう滲んでいる箇所があったと思います。で、そちらの処理をね、まだお預かりしているんで、たまにね、こう下から覗いてみてフィルターの具合どうかなということでね、見てみるんですが、やはりね、時間経つとこうフィルターの縁からね、オイルが滲んできています。まあ、そっちを拭いたりね。で、その前にもね、こう緩みがないかだけね、ちょっとまし締めまではいきませんけど、こう緩んでないかだけ確認したんですが、緩みもありませんでした。じゃあね、なんでそのフィルターからオイルが滲んでくるんだろうということでね、で、そのフィルターね、やっぱり前にも何件かね、うちでもありまして、まあどうしてもおるんだろうということでね、調べたことがあります。で、交換すればね、治ったりするんですけれども、じゃあなんで交換したら治るのということでね、そう、原因をね、やっぱり探していかないと、ね、ただ交換して治りましたじゃ、またね、同じことになるかもしれませんので、で、調べていきますとね、どうもね、フィルター自体、こちらね、同型のフィルターがあるんですけれども、ね、で、こちらね、パッキンがありまして、でね、よくこのパッキンね、かしめも何もないで、ポロッと取れるんですけども、オイル交換時にね、こう古いフィルターを緩めていって、で、古いガスケットがね、エンジン側に残ったままフィルターをね、新しいものを取り付けてしまうと、このパッキンがね、二重になってしまって、で、この古いパッキンの方はね、締めていくと逃げ場所がなくなって、新しいパッキンですとね、こう溝が切ってあるので、もういくら締めていってもね、この溝以上は締め込まれることはありませんが、古いパッキンはね、その上ありますので、もう締め込んでいくとぐじゅーっと潰れてしまってね、隙間ができてしまって、そこから油圧が逃げてオイルが漏れてくることが多々あります。でもね、まあ以前漏れがあった車両はそういったことは一切ありませんでした。で、このパッキンをね、取り外してみて、で、エンジン側の方もね、よくよくチェックするんですけれども、傷も何にもないですしね、当たり面も問題ないですし、じゃあフィルター側はどうなのかなということで、パッキン自体はね、こう当たり面問題なく切れたりね、変形したり、こう締めすぎてね、変形したりとか、そういうこともなりませんでした。でね、このフィルターの方をよくよく見てみますとね、ここへね、何箇所かスポットであるんですよね。で、その中にね、やはりこう処理が悪いものがあって、ボコッとね、膨らんでしまって荒れてるものがあるんですよね。で、そうしますとね、やっぱり面で当たらずに隙間ができてしまって、そこからね、どうも漏れてきてるようでした。で、こちら車両はね、何にも問題なかったフィルターになるんですが、やはりね、こうね、接合部やっぱり段があるものがあるんですよね。で、そういったね、漏れのある車両のこう当たっているパッキンが見ますとね、やっぱりこう型がついていました。この辺にね、誤差があるようで、だから新品に変えてね、そちらの交換したフィルターの方がね、こういったあれがなかったら漏れはないですからね、交換したら治りましたということになると思います。で、よくよくね、皆さん使われるこの毛穴のフィルター、こちらもね、どうなっているかと言いますと、こちらもね、パッキンすぐ取れるんで、まあ皆さん交換時はね、このパッキンがちゃんとこのフィルターについていることを確認して、次のフィルター取り付けてください。エンジン側にね、残っていることもあったりしますんで、で、こう取ってみますと、こちらね、処理が綺麗なんですよね。このつけてありますけども、スポットでね、こちらね、やはり綺麗なんですね。で、やっぱり K&N に、純正フィルターから K&N に変えて漏れたというのはなかったですね。で、純正フィルターから純正フィルター変えるのもね、ちょっと芸がないんで、まあ、こちら変えたらね、ほとんど漏れは止まっていたような感じです。で、純正フィルターね、国産の、じゃあ、国産の純正フィルターどうなのかということでね、こちら川崎さんの方がゴミ箱を漁ってたら出てきましたんで、川崎さんのフィルター。こういうフィルターの場合ね、国産車のフィルターの場合、大体ね、この縁がかしめてあって、このね、オーリングは、パッキンがね、もう、すぐ外れないようになってるんですね。だからこう、装着されていて、緩めていってもね、このかしめがありますので、パッキンがね、エンジン側に残ることがそうそうありません。でもね、やはり場合によっては残る場合もあるかもしれませんのでね、もし強く密着してしまって、こうひねるときにね、こう
かし目から外れてしまってエンジン側に残ることもあるかもしれませんので、まあ、パッキンだけはね気をつけて、よくね四輪とかだと車両火災の原因になったり してますので、でこちらね国産の方もうかし目からねパッキン取り、まあ外しにくいですよねやっぱりこっちの。で見てみますとこちらもねやはり同じようなスポットで止めてあるんですけれども、やっぱり段がないんですよね、ツルツルですよね。だからまあで国産車の日本車のフィルターで漏れたというのはそうそうないですね。まあこれもね日本で作ってるわけじゃないでしょうけれども、まあそういうね中のあの設計とかそういったものがちょっと異なるようです。フィルターを3つ並べてみました。こちらからね漏れるフィルターで K&N さんで川崎さんで、パッキンの方もね取り外しております。でこちらから見てみますとね、このスポットの部分結構鳴らしてね一応処理はしてあるんですが、処理しきれてない部分がこのようにねボコッと出っ張ってたりして、で漏れるものですとねこの出っ張りが結構ねひどかったりして、でパッキンの方を見てみましてもこのようにねちょっと分かりにくいかもしれませんが、こうくぼんだりね跡が残っているのが見えると思います。この辺りもねこの辺りですね、へこんでしまってますよね。これがねつながってしまって、その部分からね結構漏れているものがあったりします。でケアデンヌさんはね結構こう処理がきれいに収まっていたりして、でこうパッキンの方見ましてもねそんなひどいように型は残ってないですね、うっすらと跡はありますが。で川崎さん、川崎さんねもう綺麗に鳴らしてありますよね、純正部品だけあってね。でフィルターのこのパッキンの方もこれ裏面になりますからね、やはりこう跡がね残らないぐらいに結構綺麗に処理されています。まあこのようにねスポット部分の処理が関係してくるものと思われます。まあ当店で見た場合だけですけれども、ですのでもしねオイル漏れでフィルターを交換される場合、外したフィルターのねここのパッキン部分を外してみてどのあたりから漏れているのか確認しておくとね原因がつかめるかもしれませんといった具合に、まあなんでフィルターからねオイルがにじむのかな、ねこのフィルターはね何で漏れるのかなということなんですが、どうもね処理が悪いものが中に混じっているようで、それに当たってしまうとにじんでしまうようです。ということでね今回オイル漏れの原因を以前ね調べてみま見たことがあったので、お話ししてみました。でこういったねオイル漏れもまあ変えたら部品変えたら直ったということはね多々ありますが、じゃあなんでねそれ変えたら直ったのかいうところまで調べとかないとね、また漏ることもありますのでね、その時は直ってもねまたあの交換した時に漏れたりですとか、 何かの拍子にまた漏れることもありますのでね、もう何がどうしていうのはね絶対あの修理する時には、調べていっておいた方がいいと思います。まあそんな感じですかね。ということで今回もご視聴ありがとうございました。フィルターつながりで余談なのですが、このねロシ式のオイルフィルターまだ古い車両ではね結構使われてると思います。でこちらのねフィルターの場合エンジン側にこう取り付けスペースがありまして、下からね蓋で、密閉するような形になると思いますが、そのね密閉する際の取り付けボルトにスプリングと、だいたいワッシャーがねこの座に取り付けられるのですが、ワッシャーがねなくなっている車両よくよく見かけます。オイル交換でね来られる車両で、ですのでねオイル交換される際はここにねスプリングとその先にねフィルターとの間にワッシャーがあることをねよく確認して取り付けしてください。もう直にね ここにスプリングがね当たっている車両結構見られますのでね、オイル交換する際は
ワッシャーなくさないように気をつけてください。で、ね、オイルしてる際にワッシャー出てきて、あ、このワッシャーどこのだろうということでね、そのままにせずちゃんとね、どこの部品か探して、元に戻しておくようにしてください。よろしくお願いします。